はいどうも、妖怪三国志国取りょうず今回もやっていきます。ごめんなさい、ちょっと最初にアップした動画がね、なんか音声が認識されなくて、一応ねマイクの音はね、元のデータは音があるんだけど、なんかね、なんか拾ってくれなくて、ちょっといろいろやってんだけどなんかねダメで、まあちょっと今日中になんとかしたいかなとは思ってるんだけどね。今回はね、まずこのディープシャドウギャラクシー1169位まで最後10位上げたんだな。まずこいつを10凸はちょっと待ちましょうって感じかな。これで8凸。今回はね、川太郎をゲットしたいと思います。8凸まで行って、あとは筆超限界突破の章かな。なんで音声認識されなかったんだろうな。これでいいのかな。あ、どうすかな。ちょっと待とう。まあでも、あと6冊必要なんだもんな。6冊だって。たらもう、筆超限界突破の章の方がありだからな。ちょっと考えます。これ300で1回試して成功したら筆買わなくてもいいっていう感じかな。それで合ってるはずだよね。5冊交換すると特徴限界突破の章5冊よりも筆確か3冊で1冊分だったんで、まあちょっと今日はいいや。まだレベル上がってないしね。まあただね、ディープシャドウギャラクシーあれだからな。ちょっと早く考えないとな。早く、まあちょっと、やりたいと思います。ごめんなさい、ちょっとね、音声が認識されてなくてね、ちょっとそれは、解決しようと思ってんだけど、交流失礼、ちょっと交流まだやり方あんま分かってないね。ミッションがねいっぱい来てるよね。期間限定妖怪ガシャを10回引こうとか、すごいね。100連引いた人にはいいことあるって感じ。はい、じゃあごめんなさい。川太郎ゲットしていきましょう。川太郎今回はね、いつも、ここにありますね。上級5で、5凸までドロップ。昇級5で10凸までドロップとなります。なんでね、とりあえずまずね、上級5やっていきたいと思います。上級5は、なんか今回は A ランクなんだね、上級がね。召喚でとどめなんで、まあ、適当にやっていきましょう。あ、ディープシャドウ、小生ディープシャドウギャラクシーもね、やんないとな。これも3凸にしましょう。小生痕がね、あるんでね。小生痕っていうか、小生痕のかけらか。ディープシャドウギャラクシー全員なんだよな。これは頑張った人は超10凸楽勝に行ったんだろうな。私も最初から7周目をやってればね。あ、しまった、しまった、しまった。召喚スキルで正面が、あー、しまった、もうダメだ意外に強かったね、川太郎。このメンバー弱えな。一番強いのが相性の悪い薄ら影だから、意外に倒せるかも。これでいったかな。あ、ギリギリ倒せねえやんね。ちょっとロボニャ F 型ゲットできないかな、これだと。まあでもゲットできたか。とりあえず
妖怪はドロップならなかったね。はい、じゃあちょっと超級5までいきましょう。極級が今回復刻極級がね、試されてて、これもね一応やりた、あの一応知りたい人はね、マサ、妖怪三国志弁財天極級とか復刻極級って検索すると、はい、昔攻略したやつが出てくるかなと思います。じゃあ超級ちょっとね5まで回りましょう。はい、そしたらね超級5やっていきましょう。どうしようかな。これはこんなんでいいのかな。最終形態に若干合わせる感じでいきましょうか。なんか6人相手も見なかったけど、まあいいか。まあ今回は不思議ニョロロンイベントと言っても過言ではないですかね。さあ、カッパちゃんがどんぐらい、川太郎だってごめん、川太郎がどんぐらいあるかだな。最初から見ればよかったな。火が苦手だろうから、やべえ、倒したかな、これ。これで倒せるかな。やべえ。我が手の内、お見せしよう。取り巻きを倒したのか。妖怪ゲット。必殺技4回発動か。じゃあ全然関係ないな。ちょっとゲットできなかったんでごめんなさい。もう一回一気にやっちゃいます。ちょっともう一回やらせてくれ。ついブーストしちゃったけど、まあいいか。4回必殺技、まあでもメロニャンがちょうどいいね。これは1万9000だからな。最後のとこだけなのかな、カウントされるのが。だからちょうど今は、猛将君の試練を周回する感じで入れときゃいいかな。それか、屈原さんを入れとくからな。まあ、猛将君がいるとバリア張ってくれる、バリアっていうか、カゴ張ってくれるからね。はい、2回。3回。そして4回。お見せしよう。さあゲットしてくれ。ポンということで、はい、ワードも始めまして、僕を呼んでくれたんだね。青玉絶対守るね。彼だけね、なんか川太郎、光太郎なのか川太郎なのか知らないけど、なんか喜劇賞とかさ、なんかそんなあれの賞がついてないんだけどね。はい、無事ゲットできました。今回一応ね、ハイスコアチャレンジということなんで、一応これ手形がね、金賞いくとこう使えるっていうかね、うん、手形で手堅くゲットしたかったけど、意外にそう、共闘やった後ハイスコアチャレンジやるとね、ドロップしねえなと思っちゃうんだけど、これ普通です。ハイスコアチャレンジはね、共闘みたいにボカスかドロップしないんで、まあ地道にやっていくしかないかなっていう感じかな。はい、じゃあ川太郎ちょっと見ていきましょう。攻撃速度普通、水、前衛の水、プリチー水は結構珍しいね。味方全体のお守り、守りアップとお守り、全体お守りですね、必殺技。これ周回したい、攻撃のないパターンなんですね、完全にね。そして取り付くも守り、もう守り野郎ですね。そしてね、アメちゃんですよ。一応なんかアメの巻物は1回だけ回ったのかな。なんでそこそこあるけど、もうでもいい加減にハイスコアチャレンジ
やめたいね、なんか私は苦手だわ。という感じで、一応ね、前回というか雨集会が、まあ、できてた分の、でももうやめてほしいな。はい、まあでも結構ね、いつもよりあるんで、まあまあ楽かな。雨ミキサーどうしようかなって感じだけどね。まあ、最悪ね、食べ物の巻物の方で補強できればなと思います。潜在能力悪い取り付き回避 30% いいね。私回避好きですね。そして前衛なのにぶつかりアップも、クリティカルもまあ命中アップもないということで使いづらいな。最近ここのね、この辺右側にイベントとかね、つくようになりましたね。イベント何もなし、キャンペーン、交流、右上に交流ってついてるのかな。なんか微妙に違いますね。ボタンが戦力のところがなんかね、微妙に変わってますね。イベントブルジョワの交流って感じだね。はい、なんか変わってきてるんで、カパちゃんでも必殺可愛いですね。はい、やっていきたい。まあでも小生ちょっとまだ絆全然使いこなせてないんだけど、合成の方はね、本当に楽しみにしたいと思います。一応今回ね、後半戦である極球が、いやー後半はすげえな、バリアも加わっちゃうんだね。そして加護もついちゃうということで、守りのスペシャリストですね。悪い取り付き回避も 30% が 40% に変わります。なるほどね。はい、ということで非常に守りが固いのに味方をサポートするね、お守りバリア、そして加護もね与えるということで、まあこいつ今後敵で出てきそうですね。なんで敵で出てきたら厄介そうだなっていう感じだなとりあえず、はい、今回はこんな感じにします。皆さんね、川太郎ね、今回はちょっと後半戦がね、ドロップしやすくなったらしいので、はい、期待しながら前半戦はまずね、容器をねたくさん集めて、川太郎できたら8凸かな、10凸は多分ね難しいかなと思ってますけどね。はい、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、復刻極球はまたちょっと時間を取ってやりたいと思います。そしてちょっと音声のないね最初の動画についてはちょっと考えてはい、なんかどうやったら復旧するのかよくわかんないんでやっていきたいと思います。元のねネタはねちゃんと私の声入ってんだよね。なんかよくわかんないな。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。